Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this the potion. じゃあ早速ですね、一つ目、名前と学名からですね。はい、まあ、名前はもちろんバジルですね。英語、フランス語、イタリア語はこういうふうに書きますと。で、学名なんですけども、オキミウム、バジルキウムと言いますね。はい、カミカミになりそうですけどね。分類なんですけども、シソ科の芽吹き属の多年草です。はい、で、和名が芽吹きですね。で、早速由来なんですけれども、まあ、和名の芽吹きっていうものはですね、なんでこんな名前になったかというと、先ほどもちらっと言ったんですけど、種ですね、バジルの種っていうのは、実はですね、グルコマンナンっていう成分が非常に多く含まれていて、まあ、水分含ませると、ゲル化するんですね。なので、その昔でそのゲル化した種を使って芽のゴミを取っていたというところから芽吹きと言われるようになったをされてますね。はい、で、まあ、2つ目にですね、今度はイタリア語とかフランス語の由来になってくるんですけど、バジルとかバジリコですね、っていうものは王様キングっていうものを意味するギリシャ語のバシレウスっていうものが、由来とされています。バシレウスから、バジリコとかバジルに変わっていったというですね、王っていうものが、由来とされてますね。で、バジルとそして呼ばれるハーブの中にはですね、もちろんこの学名としては、オキミウムバジリキウムなんですけれども、これ以外の学名のものでバジルに属するものってものもたくさんあるんですね、品種として。それがですね、約150種類ぐらいあると、されていて、この学名じゃなくても、バジルの仲間はたくさんいますよと。まあ、それによって、葉の形も違えば香りの成分が若干違ったりとか、育て方が違ったりとか、そういったものもあると。まあ、共通する部分ももちろんあるんですけれども、それぞれバジルと呼ばれるものには150種類ぐらい約ありますよというところですね。はい。はい、ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。